にちは、グッピーこずえです。キャンプ系女子と現場系男子のワークマン購入品、まずはキャンプ系女子のワークマン購入品をご紹介したいと思います。ほんまにね、なんかワークマン久しぶりに行ったけどめっちゃいいですね。でね、ほんでね、何がいいって一番、何これめっちゃおもろいやんと思った、めっちゃおもろすぎて買ってしまったものをまずはこちらです。あー、黒のね、ちょっとシャカシャカ素材のワンピース、ハイストレッチ UV アクトワンピースっていうものです。これなんですけど、まあおしゃれかって言われたら正直ぶっちゃけ、別にまあシンプルでっていう。でちょっと気になったのはピンクのチャックがちょっと気になるんですけども、でね、最初ねここにねチャックがついてるんで、あ、これ授乳用の、まあ私絶賛授乳中なんですけど、授乳用のワンピースとか思って手に取ったんですよ。ほんならあれ、これ形しか出えへんなとか思って、なんやろうなと思って、何と思ったらこれね、めちゃめちゃ小さく畳めるっていうワンピースなんです。だからもうそれに特化したワンピースみたいな、めちゃめちゃコンパクトに畳める、なので多分旅に、まあ荷物少なめの一人旅に最適ですみたいな写真なんか知らんけど、コンパクト病を発症してる人に多分おすすめなワンピースなんやと思うね。これ一回畳んでみますね。まずスカート部分を裏になるように、スカート部分を裏にしたらなんかポシェットみたいな巻くように畳み込みの、こんな感じで、あとはなんか素材が汗をすぐ吸い取って乾かすみたいな素材っていうことと、あとは UV ですよね。ここはちょっとポシェット風になってるから、もうここにパンツとブラジャーとか詰め込んだら、まあこれだけでもうなんかちょ風呂行ってくるわみたいな、銭湯行ってくるわみたいなことも可能。でもおしゃれかって言われたら、まあ、まあ別にシンプルでみたいな感じやから、アクセサリーとかによって、まあ、着る人によるんですよねこういうのは。こちらです。ちょっとまだまだ雨の日が続くので、レディースの高撥水フーデッドロング M サイズを買いました。こちら税込み2900円です。そうそう、何がいいかって、ワークマンのこの表示が税込みっていうのがなんか計算しやすい。なんか税抜きやった場合さ、結構買ったらさ、あ結構いったなみたいななるじゃないですか。ちょっと、まあ、長めのレインコートとは書いてないんですけど、まあ雨をしのげそうな虹のマークがついてて、多分まあレインコートなのかな。なんか結構長めなんで、たまに雨の日に出ていく時とかびしゃびしゃになるじゃないですか最近の雨。背中のここがねメッシュになっているから、多分通気性もちょっとあって暑すぎひんと着れる感じかなと。ここにポケットが2つついてます。なんか最近ポケットがない服を買ったんですけど、結構かなり不便ですよね。ここにもポケットついてるわ。結構アウトドアとかでも羽織れる感じで、別にアウトドアとかやったら別に雨じゃなくても汚れたりするのを防ぐのにでもいいかも。でもちょっとこの素材がね、焚き火とかってなってきたら、あまりその時は多分麺がいいらしいんですけど、麺のキャンプママさんとのコラボの商品とかもワークマンに売ってて、それねすごいなんか色がいっぱいあったんで、どれを買うかすごい悩んでしまって、今回はちょっと断念したんですけど、じゃん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 、ネイティブ柄エプロンのオレンジです。なんと1500円なんですよね。完全に、はい、ドルトンのパックだからすごいなんか悩んだんですよね。でも、まあ、1500円やし、まあ別に悪くないぞと思ってね、可愛いですよね。本物と比べたらかなり価格がバッて下がってるじゃないですか。なんかすごい高いエプロンってすごい躊躇しません？やっぱエプロンやし、汚れるために使うものやし、でも1500円で可愛いなと思って、で1500円やし普通に家で使ったりとかしてもちょっと上がる感じのデザインやんと思って、でポケットもね結構大きめについてます。ブルーもあったんですよ。だから男の人がキャンプとかでつけても可愛いと思う。私結構いい感じのあれやったんですけど、まあ、1500円だけあって、この首のところが調整できないって感じなんですよね。私は結構ぴったりやったんですけど、小柄な人とかだったらどうかな。そう、でもこれはこういうタイプの半分の柄のやつも売ってました。これもね、なんか上の T シャツとかと合わせて可愛いっていう、タオルタッチアームカバーです。これが399円。これはもうね、日焼けを気にせよってね、やっと思って、日焼け予防にもうやっと買いました。雨も続いてるからあれなんですけど、やっぱりめっちゃ晴れた日とかに車を運転する時につけようと思って、若い時とかにあんたも日焼け止めとかちゃんと塗らなあかんでってやっぱり先輩とかに言われるじゃないですか。でもあーみたいな感じで、めっちゃめんどくさいしみたいな感じでおったら、
シミっていうかな、やっぱほくろっぽいのかな出てくんねやんか。ほんで背中とかもなんかほくろこんなあったっけみたいな思って、一回めっちゃ気になって気になって病院行ったんですけど、いやそれただのシミですとか言われてなんかちょっとちゃんとこれをもう車に置いといて、ちゃんと車運転するときに日焼けが気になる日とかやったらちゃんとつけようと思って、タオル生地の感じで、はい、見た目には結構涼しい感じですよね。こんな感じで、まあ、ちゃんとしようと思いますママさん感が出るよなこれそして日焼けといえばこちらで、婦人 UV パーカーとかいうものを初めて買ってみました。なんかこれね、サラッとした生地でプールとか行ったらたまにこういうの着てはるママさんとかいるじゃないですか。なんかこういうのとかもちゃんと見ないかんなと思って、なんか白やからさっと羽織れる、まあ、この夏プールとかそういう海とか行けるかどうかわかんないんですけど、やっぱ水着とかその水に入った後とかカンカン出る時とかもやっぱさって羽織れる、その時しかやっぱ着ないじゃないですか。なのでそんなにそこまでブランドもんのものとかいらんなと思って、あの機能性もな多分絶対ワークマンいいと思うんですよ。だってもう見て、めちゃめちゃサラサラの生地やねん。こんな感じになってる、手も隠せるみたいな、なんか手がちょっと長い目なんですよ。これめっちゃ嬉しいですね。なんか前にワークマン特集とかやってたんは、こういうワークマンのレディースの商品開発とかってすごいママさんとか主婦の方とかなんかおしゃれな女性の方とかそういう人たちが集まって、ここをもうちょっとこうした方がいいとかそういうのやってんねんて。だからこれとか もうこれがこうなりすぎてたらファンデーションがつくから、もうちょっとこういう風にした方がいいと思うとか、そういう会議を重ねてできてるらしい。それがもう1500円税込みで買えるって、もう買うやんな。うわめっちゃおしゃれやんとはならへんけど、まあそん時だけやっぱ日焼け対策のためにと全然買うっしょ。なんかおしゃれに見えてきたな。そして最後はこちらでーす。3300円、ザッとドライバッグシリーズのバックパックタイプ、バックパック感じです。はい、こんな感じです。これは何回かワークマンに行く中でずっと気になってる商品ではあったんですけど、やっぱり子供おったらやっぱもうただでさえ荷物多いし、リュックサックって結構いるなとか思ってたんと、防水素材でなんと丸洗い OK で24リットルって書いてるけど、かなり大きめなんです。何でもポン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 入れれそうな感じのもの、まあママバッグとかにも使えると思うんですけど、まあ私はなんかデイキャンプとかの時にあのストームクッカーを詰め込んだりとかね、なんかこの感じやったらね、ちょっとトングとかも入る感じじゃない、なんかこれでストームクッカーとかなんかそういう調理器具を入れて、まあ、旅とかデイキャンプとか行きたいなと思ったんと、雨や泥等で汚れたレジャーウェア、長靴、シューズ、ギア等をそのままバックイン、パソコンとかもちょっと入れたいなと思って、この感じやったらさパソコンとかも入れれるやんかね、めっちゃいい。グレー欲しいなと思ってんけど、ちょっと行ったワークマンにはグレーがなくて、なんかねこれなんか付け替えたりできるんかな、なんか分からんけどここにもこれがあるんですよね。ということはどういうことなんて、こうもいけんのかなって思ったんやけど、なんかちょっと無理がある。洗ったりする時に取り外したりなんか動画で見たんですけど、もうこの中に T シャツをぶち込んでシャワーでバーって洗って中を開けて T シャツ取り出したらてれー濡れてないみたいな、水とかで濡れるから雨の日とかにもいいと思うねんけど、っていうことはやっぱり匂いとか気になったりするんかなと思ったんですけど、そのたびにそうやってシャワーでバーって洗って晴れた日に乾かしたりすることができるならめっちゃいいなと思って、だからプール道具とか入れるのにも、そうやってね、どういうこと、こうやって引っ掛けたらシリコンすぐ取れる、あ、そういうことか、だから現場のヘルメットとかそういう人、そういうのを引っ掛けるよってことか、そう、あ、プロでも背負えんでみたいな感じなんかなと思って、ちゃうねんて、こういうことやねんて、言ったら電車で電車でこういうやつ乗ってくる、まあ、ガードマンの棒をぶら下げてる、あー、そういうことか、分からへんけど、まあこういうことができるってこと、キャンプやったら、そうそう、マグカップとか、おお、なるほど。ということでキャンプ系女子の購入品は以上です。では僕の方行きます。パイナップルの帽子です。なんでこれを選んだかというと、このパイナップルが可愛かったっていうのと、あ、ほんまや、こうオンオフオンオフってできて、点検庫とか覗くときに壁が当たってこのまんま覗けたり、壁の隙間を見るときにこうやって覗けたり、安全靴、お、安全靴は1936円、お、まあ僕だけかもしれないですけど 0.5 を普段の靴より小さめに、買ってます。
なんでなん？なんか知らんけど途中で大きなるからです。え、なんでなん？分かる。最初はきついぐらいで後頭方がこうめっちゃ多分こう動いとうから大きなっていくんちゃうか。いや知らんけど。知らんのかい。このリュックです。おー、998円。安っ。これね、夏になったら着替えとか、いっぱい5着ぐらいね、着替えをね、入れれるのと、たまにね、銭湯を見つけたりして入って帰ったりもできますので、集金行く時とかここに札束入れて。いやいや、そんなに儲かる？儲かる時あるんですか？キャンプとかでも使えそうな、この靴1500円ぐらいで、ケース付き。まあでも仕上げって言ってね、フローリングとか貼った後とかにね、汚れないためにこういう上靴を履き替えてやってる人もいます。スパッツ、ファインドアウト、なんか走っとう人の絵描いてたけど、だからランニング用にもいい。短パン、これは980円。短パン、短パンは安い。こうしたらおしゃれ。お前おしゃれや。これをこの中に入れといて、帰りしな、近く帰り寄って銭湯見つけた。めっちゃ銭湯好きや。めっちゃ銭湯空いて帰ってくるやん。見つけたら風呂入れや。こういう時期やのに。あ、それこれあったわ言って歩いて帰ってても、あの人登山でも行ってたんかなって思われるから。あ、ここに、短パンのここにポケットが。え、それ何入れるんやろ。これだから440円。銭湯の地域によってちゃうけどな、大人の料金。なんかいい感じ。なんかローソンの青やな。これはいいわ、いい買い物できました。はい、合計で7000円ぐらい。靴にここ凍ってるしな。この靴とめっちゃ安いな。でもそれで7000円もいい。ということで、はい、ワークマン購入品でした。まあでもキャンプでも使えるってこと。ワークマンのアウトドアにでも使えて、現場でも使えると。そう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 、唯一一緒に買い物行ける場所やな。ちょっと人の少ない時間を選んでネット通販もあったんで。ではではでは。